あるワンカップではキャプテンマークをつけてチームを引っ張りました。実はその荒野選手、去年大怪我をして先週復帰したばかりなんです。その復活までの道のりをカメラが追いました。まあ、脅威のタイプを横にしてはもう OK です。去年11月、ホームでの清水戦、前半10分のことでした。背後からタックルを受け、転倒した荒野選手。左足が激しい痛みに襲われました。診断結果は、左足首の骨折と靭帯損傷、全治6ヶ月という大怪我でした。ところが手術からわずか1週間後、報道陣の前に姿を現すと、復帰するのに半年かかるねっていうので話をしてほしい。まあ、それは自分次第だと思うので、まあ、脅威の体力旅行にしてはもう OK です。驚異的な回復に向けたリハビリ、ゆっくりと足を動かすことから始まりました。そして思ったのは健康が一番ですね。トレーナーは年末年始もリハビリに付き添ってくれました。そのおかげもあって、手術からおよそ2ヶ月という早さで沖縄キャンプ中のチームに合流。この頃には怪我をする前と変わらないくらい歩けるようになっていました。ここまで来てるって非常に早いですよ。早いですね。あ、でも術後からのケアが良かったです。ただ痛みはまだ残っていたようで、ちょっと痛い、ちょっと固まったとこほぐす作業がめっちゃ痛いもん。この札幌のエンジンがこのままで、そうなんです。去年のキャンプで早さに言われたんです。お前は札幌のエンジンだ、お前が止まれば止まるか、お前は止まるなって乗せられた完全に。確かに。ユースチーム出身の荒野選手は2010年17歳でリーグ戦デビュー。その後もコンサドーレ一筋で走り続けてきました。昨シーズンは自己最多の5ゴールをマーク。さらなる飛躍が期待されていた中での大怪我、それでも立ち止まることなく復帰に向けて進んできました。今ここにこういう状態で入れるってことはすごいいい状態だと思っているので、少しでもそのピッチレベルの動きとかに近づけられたらなと思ってます。そこからは順調に進んでいきました。2月熊本キャンプで本格的にボールを使っての練習を開始。3月札幌に戻ってからはチーム練習に参加できるようになりました。最初に合流し始めた時よりはスムーズに力が入るようになってきて、チームに入ってみんなと参加するっていうことがやっぱすごい楽しいですね。そして先週、ついにその時が。背番号27、アダのアンクマが入ります。素直に戻ってこれて嬉しいよ。怪我してから支えてくれた人たちにすごい感謝の気持ちが溢れてました。全治6ヶ月と言われた大怪我から5ヶ月で復帰、驚異の回復力を見せつけました。まあ、正直一人はできなかったなっていうふうに思いますし、サポートがあったからこそ僕は今日ここに立っていられるんだ、この状態でいられるんだなと思いますし、次はあのプレーでその人たちを笑顔にさせれたらいいかなと思うので、また新たなタグマを
怪我が治るだけで半年って言われてるのに5ヶ月でも試合に復帰しちゃったわけですから、このアルノ選手のまあ執念といいますか、だから医師の診断を超えるのは人間の強い意志なのかっていう気がしますよね。脅威の回復力って言葉で言うのは簡単ですけど、もう本当に努力もされたその結果でもありますからね。そしてその周りの皆さんのサポートっていうのも大きかったんでしょうね。そうですね。そのアルノ選手の今後の活躍にも期待してください。コンサドーレの次の試合はリーグ戦になります。今週土曜日ホーム厚別でベガルタ仙台と対戦します。皆さんもどうぞ一緒に応援してください。アルノ選手も本当に怪我なくねプレーしてほしいですね。さあ続いては土産校調査隊です。